自民党は2回のはしごを外し世代交代をされよ。自民党は7日の政調審議会で、中国による香港への統制強化を目的とした香港国家安全維持法に対する非難決議を了承した。中山泰秀外交部会長らがまとめた原案では、習近平国家主席の国賓来日に関し、政府に中止を要請すると明記していたが、中国との関係改善を重視する二階俊博幹事長率いる二階派議員が激しく反発したため、党外交部会、外交調査会として中止を要請せざるを得ないとの内容に文面が修正された。中山氏は党本部で記者団にいろいろな意見を含めてこの決議にまとめさせていただいたと述べた。首相官邸を訪れ、菅官房長官に決議文を提出する。二階幹事長は7日の記者会見で、党外交部会などが検討している中国の習近平国家主席の国賓来日を中止するよう政府に求める非難決議について、外交は相手のあることだから慎重の上にも慎重に行動すべきだと苦言を呈した。脅しとも取れそうな。自分で責任を取れる範囲において発言、行動すべきだ、立候補公認のことか、とも語った。会議では河村建夫元官房長官が、日中関係を壊すような文言はいかがなものか。修正すべきだと発言した。公明党の山口那津男代表も、予定通り来日準備を進めるべきとの考えを示した。歴史的、大局的な観点で、来日を推進していくべきだと述べた。中国共産党政府の香港人民に対する激しい言動弾圧にもかかわらず、配慮を見せて非難に及び腰の自民二階氏と河村氏には、軍備拡張政策を取るドイツ、ナチス政権に対して、融和政策を取ることに急急としてドイツを増長させた英国チェンバレン首相の大出征の歴史を振り返れと説きたい。第二次大戦後、平和を希求した各国が作り上げてきた自由、人権、法の支配の浸透を嘲笑うかのように、独善的な自国第一主義を追求する中国へは、各国の利権や損得を挙げつらい天秤に測るものではない。自民党長老一部や公明党代表が本当に中国との関係を考えるならば、尖閣やウイグル、チベット他の国々との関係を厳しく指摘すべきだ。歴史に学び謙虚になれと押し付けがましい中国に、歴史に学んだ民主主義国日本なればこそ善意で忠告すると粘り強く説かなければならない。お聞きいただき感謝申し上げます。